それではヒーローインタビューをお届けしましょう。放送席そしてヤフオクドームのホークスファンの皆さん、それではヒーローインタビューです。まずは花束を手にしています。通算300盗塁おめでとうございます、本田雄一選手です。ありがとうございました。決めた瞬間どんな思いでしたか？ルーキー時代からの1盗塁目が一番、思い浮かびました。初盗塁は2006年の8月4日マリーヌ戦でした。それから8年、996試合目で到達した300盗塁、どんな思いですか？プロに、入らせてもらって、やっぱり足が武器と自分で考えてずっとルーキー時代からやってきましたので、自分だけの力でなくやっぱ後押ししてくれた、本当ファンの皆様の、走れ走れ本田のコールが、後押ししてくれました。ありがとうございます。1000試合未満での到達というのはプロ野球史上8人います。チームでは南海時代に広瀬義則さんの1040試合を抜きまして球団最速記録となりました。ありがとうございます。もう本当に、これは通過点として、でもまだ300を目標にしてずっとやってきましたので、これからチームのために、勝利のために一つ一つ積み重ねていきたいと思います。おめでとうございます。見事通算300盗塁を達成しました本田雄一選手でした。続いて当のヒーロー、今シーズンの4勝目を手にしましたスタンリッチ投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日はセリーグ首位のカープを相手に4回まではノーヒットの素晴らしいピッチング、素晴らしい立ち上がりでしたね。 Well, we won. That's the main thing. 勝ったんでそれで十分です。今日は交流戦の開幕戦ということになりました。大事な試合を任されました。どんな思いでマウンドに上がられたんでしょうか？ I was definitely excited about it. I wanted toCome out here and get the tempo going and start the team out on the right foot. And so we did a good job. We scored a bunch of runs tonight and they played great defense. 本当最初任されたのを光栄に思いますし、本当最初の試合なんでチームがいい勢いでいけるようにと思って投げました。交流戦の初戦を取ったということは連覇へ向けて、そして通算5度目の優勝を向けて素晴らしいスタートになったのではないでしょうか。Yeah, お願いします。I would love to win interleague and love to be a part of it, and we definitely have the team to do it for sure. 本当優勝できたら最高ですし、自分もその優勝に貢献したいと思います。それではファンの皆さんに最後に一言メッセージをお願いします。Message I always say, yes, I'm a wa watashi no chikara desu. Arigato gozaimasu. 見事4勝目を手にしました。スタンリッチ投手でした。さあそしてもう一人、打って走って大活躍、今日は4安打の固め打ち、さらには3盗塁、柳田悠岐選手です。ありがとうございます。いや素晴らしい活躍でした。まず振り返りたいのは2回ですね、ツーアウトから松田選手がスリーベースヒットを打って三塁に到達しました。そして打順が回ってきました。どんな思いで打席に立ったんでしょうか？もう返してやろうって思いました。その思いからでしょうか、初球から来ましたね。そうですね、もう見えたらバットが当たると思ったら振ろうと決めてたんで、ちょうどいいとこに落ちて久々のタイムリーが出たんで本当に良かったです。
今久々のタイムリーとおっしゃいましたが、あのタイムリーがホークスにとっては40イニングぶりのタイムリー、嫌な空気を吹き飛ばしてくれました。はい、オリックスに3連敗しちゃったんで、まあ、でももう終わったことは返ってこないんで、また今日から交流戦という風に、まあ、自分たちではいい切り替えができて野球ができました。それにしても1試合4安打というのは2012年の9月25日バファローズ戦以来2度目ということになりました。そして1試合3盗塁というのは自身初めてのことになりました。本当にうまく行き過ぎました。はい、明日に取っておきたいぐらいです。そう言わず明日もどんどん打ってください。そして柳田選手にここで質問があります。今日は何の日、誰のお誕生日ですか？今日はソフトバンクホークスのトップである、ちょっと近いスマイク、トップである王貞治会長の誕生日です。その王会長に最高の白星プレゼントできたんじゃないですか？はい、もう最高だと思います。よかったです。それではその王会長に一言メッセージをお願いします。皆さんご起立ください。王貞治会長に皆さんでハッピーバースデーを歌いましょう。いきますよ。あ、横ジェイソンいるんで1、2、3で始まります。1、2、3、はい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 会長。Happy birthday to you. 明日も応援よろしくお願いします。以上、ヒーローインタビューでした。